こんばんは。東海3県この地方の天気予報をお伝えします。今日は東海地方朝からよく晴れたんですが、風の冷たい一日となりました。そして今夜から明日朝にかけては冷え込みが強まりそうです。どうぞ暖かくしてお過ごしください。雲の様子から見ていきましょう。少し前から動かしますと、この時間日本海側では雲が多めですが、関東から西太平洋側ではよく晴れているんですね。このため明日は北と南で天気が大きく変わりそうです。明日の天気時間ごとに見ていきましょう。これが明日朝9時です。まず南のエリア、三重県や愛知県の沿岸部では朝からよく晴れるでしょう。一方名古屋より北のエリアでは朝そして正午お昼ごろにかけて雲が広がりやすくなりそうです。特に岐阜県の山間部では昼過ぎにかけて雨や雪の降るところもありそうですね。急な雨や雪に注意してください。名古屋でも午後3時ごろまで曇ってきそうですが、夕方前には次第に晴れてくる見込みです。名古屋市内で見ていきましょう。名古屋もお昼ごろにかけて雲が多めですが、天気の崩れはなさそうですね。最高気温は13度、今日よりも気温が上がりません。風が吹きますから明日も寒くなりそうです。夕方以降はさらに冷え込みが強まりますので、明日も防寒対策をしておいてください。それでは詳しい予報を見ていきましょう。明日は東海地方、三重県や愛知県沿岸部では朝からよく晴れるでしょう。その他は今日より雲が広がりやすい見込みです。天気の大きな崩れはありませんが、山間部では雨や雪の降るところがあるでしょう。急な雨や雪に注意してください。最高気温は名古屋岐阜で13度、津で14度の予想です。今日より2度前後低く、昼間でも寒いでしょう。朝晩はさらに冷え込みが強まりそうです。明日も防寒対策を万全にしてお出かけください。週間予報です。東海地方ではこの先も平野部を中心に晴れるでしょう。岐阜県山間部では金曜日以降雪が降りやすく、日曜日にかけて積もるところもある見込みです。路面の凍結に注意してください。平野部でも週末は年末頃の寒さとなるでしょう。体調管理に注意が必要です。明日全国の天気です。明日は北陸や北日本では雨や雪が降りやすいでしょう。九州では曇りますが、東日本では日中おおむね晴れる見込みです。以上、東海地方の天気予報でした。